アクア様、ステラさんかな。あ、お呼び止めして申し訳ございません。少しお話をさせていただきたくて。アクア様がエンジニアとして名乗り出られたこと、ご立派だと思います。そうだ、私今回狙われる可能性めっちゃ高いじゃん。私はアクア様こそ誠のエンジニアであると、そう考えております。根拠などはございませんが、アクア様とは親しい友人になれる気がいたしますから。ですから、ただ信じてみたいのです。登場人物同士の好感度は時間が巻き戻るたびに変化します。アクア様は今危うい立場にいらっしゃいます。今回の空間転移でグノーシアを船体に襲われるリスクは高いでしょう。そうだろうね。ですが心配なさらないで、私がきっとアクア様をお守りいたしますから。逆に怖い。逆にその無条件の信頼が怖い。それでは失礼いたしますね。この人じゃないといいな。え、私殺される気するの怖いんだが。どうしよう。スキューちゃんと話がしたいな。いや、でもそうか、なんで嘘ついたんかって、そりゃ自分がグノーシアやからか。自分がグノーシアで、でみんながエンジニアって信じてくれたら、あの邪魔な人いっぱい消せるもんな。この人があるみたいな感じででしてやったりみたいになるもんね。あなたも私も人だといいね。そうね。そんなこともあるの？昨夜は誰も襲われませんでした。調査の結果、説は人間でした。いや、 SQ から調べろ。 SQ から、なんなん、説ちゃんは全然疑われてなかった。 SQ ちゃんから調べろ。なんで私説ちゃんから調べてんねん。おっす、みんな無事だったみたいだな。どうして？グノーシアは空間転移ごとに一人襲うはず。おそらく守護天使様です。え、何それ。乗員のどなたかが守護天使となってグノーシアの襲撃を未然に防いでくださったのです。できるの、そんなこと。空間転移に関する特殊権限を有していれば可能ですね。転移を遅延実行することでグノーシアは襲うべき対象を見失うことになりますから。よくわかんないんだけど、もう誰も消えたりしないから安心ってこと？空間転移のたんびに一人だけ誰かを守ってあげられる、ナイトってこと、盾っていうか、その守ってあげる、防御してくれる人がいるってことで、多分昨日はステラさんが私のことを守ってくれたから、グノーシアは私を殺そうとしたけど、ステラさんが守ってくれてたから殺せへんかったってことやから、ステラさんは味方っていう味方、味方っていう味方で OK？ はい、すいません。 いえ、遅延転移できる空間は限られておりますので、どなたか一人を守ることしかできないでしょう。それに守護天使様自身を守ることは不可能です。守護天使は自分以外の乗員を一人だけグノーシアの襲撃から守ることができるけど、自分は守れません。だからステラさんを絶対に守らないといけないな。おそらくは昨晩、幸運にもグノーシアが狙っていた相手を守ることに成功したものと推測されます。ですから、ああ、気を緩めずに引き続きグノーシアを探そう。まずは昨日の調査結果を聞かせてくれないか。エンジニアとして名乗り出ている場合には議論の前に調査結果を報告できます。はい。エンジニアとして説を調査したところ、グノーシアではなかったことを報告した。困りますね、お客さん。そんな嘘つかれちゃう。説をチェックしました。説はグノーシアであります。違うでしょうよ。絶対この人じゃん。
違う違う違う、ジナさん違う。で、ステラは守護天使ってのだから怪しくないってこと？え？いえ、私は可能性を指摘しただけですから、私自身が守護天使というわけではございません。ふーん。守護天使の正体を探るのはよそう。敵に狙われる恐れがある。絶対 S 級ちゃんなんだけどな。そうそうそう、私も。だってもうエンジニアだって嘘ついてるし、守護天使を見つけ出そうとしてるし、セスさんがグノーシアだって嘘ついてるから、もう絶対なんだけどな。うんうんうん。これで今回 S 級ちゃんがグノーシアじゃなかったら、なんでそんなにいっぱい嘘を重ねたんかっていうことも、あ、私のこと私のことが苦手は、こんだけ疑ったら。そうだよね。うん、嫌われているようだ。あるいはですが、F 級様はアクア様を疑うことでご自身への疑惑をそらすおつもりではございませんか？そうだ、アクアは俺たちの大切な仲間だぜ。ありがとう、しげみち、一緒にラーメン食った仲だもんな。はい、 S 級ちゃんだと思う。あぶねえ、せつちゃん危な。おい、しげみち、せつに入れてんじゃねえよやめろって、もう。発言し、別れを告げる。 S 級に別れを告げた。ああ、だよね。すべてのグノーシアがコールドスリープしました。もう、グノーシアはいないんだね。私は自分が消えると思ってた。だから、なんだか不思議。次はアクアと同じ陣営とは限らないけど、より大きな意味でありがとな。うん。結果を表示します。なんです。ちょ、スクショ。はい。え、マナループすんの？え、今のでよかった。誰？ただいま。アクア様。え？様じゃなかったし。え、お前が凍りなさい。なになになに、命令系なんだけど、おい、態度でけえな、女。アクア、お前が凍りなさい。いきなり。え？待ってください。ユリコ様。それはあまりにも請求では。何もわからぬならば誰でも同じこと。アクアを凍らせても問題はないでしょう。いや、そうとも限らないだろう。話し合ううちに有益な情報が得られるかもしれない。得られないかもしれないけどね。お前たちが議論を望むならばそれもいいでしょう。しかし、まだるいこと、まだるい、まどろっこしいってことな、めんどくせえってことな。とりあえず今すぐコールドスリープは避けられたようだが。アクア、アクア、ユリコには気をつけておいた方がいい。敵でも味方でも彼女は恐ろしい人だから。セッツ、何？お前はこの舞台の狂言回しなのでしょ。さあ、幕を切るがいい。分かった、話し合いを始めよう。うわー、なんか音飛んだぞ。私がエンジニアとして知り得る情報は全て提供するから、誰が敵なのか見極めてほしいんだ。今回はセツさんがエンジニアな。待て待てい、エンジニアは俺だけだぜ。セツは怪しいぜ、こいつは。重道は嘘をついている。なんでわかる？ってことは、今回、しげみちか？しげみちを好ましく思っていないことを告げた。嫌がられてる、嫌がられるのは慣れてるけどな。辛くないわけじゃないんだぞ。
茂道を犠牲の羊になさるの？たとえ茂道が白い羊であっても？おっしゃる通り、茂道様を疑う根拠は薄いですね。同感。茂道を疑う必要はないと思う。みんな茂道好きなんか。お前はさ、私があなたに何をしたの？何？アクアは不要な存在です。凍らせましょう。なんでだよ。嫌われているようだ。ありがとう、ジナさん、ありがとう。第一印象から決めてました。説が怪しいっす。だろ、説変だもんな。俺のこと嘘つき扱いしてくるし。いや、私は信じるよ。どんな時でも味方って言ったもん。仲間は信じてって言ったもんな。うん。ステラがまがいものなんじゃない？ステラか。またラキオ嫌われてるな。ラキオよりステラを信じたい。ステラは俺たちの仲間。そろそろ投票の時間だ。ちょっと待ってね。でもさ、エンジニアは一人しかいないんでしょ？じゃあ、茂道かな。はぁ？なんで？なんで SQ ちゃん？今 SQ ちゃんの話題何一つ上がってなかったと思うんだけど。SQ ちゃんも、え？なんで私？ってなるよね。一回も名前なかったよね。なんで？コールドスリープを見届け廊下に出た。アクア。何を恐れているの？場所を変えます。ついてきなさい。展望ラウンジ。ここでいいでしょう。邪魔が入る恐れはありません。ああ。この部屋、この室？には周辺中域、まあ、あの近場の宇宙ってことが映し出されているのですね。ご覧なさい。彼方の星々がよく見えるでしょう。そして星々はお前を見ている。お前は考えたことがありますか？なぜ自分は疑われないのかと。このままではグノーシアがお前を襲うこともない。お前を襲うことなど考えもしないでしょうね。それはお前という存在への認知が歪んでいるからです。狂える神々の干渉によって。その歪みを正してあげましょう。めっちゃ病んどる目が。4、今後はあなたも他の登場人物と同じように投票によってコールドスリープに選ばれます。またグノーシアに襲われることもあります。これでお前も他の者と条件は同じ。いや、むしろ見劣りするぐらいかしら。生き残りたいならば、せいぜいあがきなさい。ユリコさんはどういう立場の人なん、神様か何かですか？実質に移動できるようになりました。実質でレベルアップして能力を上げることができます。実質、あー違う、実質違う、実質に行きたかった。され、私もあなたとお話ししたかっただけじゃなくて、あー死んだー。いや、ステラと茂道がグノーシアかい。結局お前らかい。レベルアップしたい。経験値上げよう。室内を見渡したところ、ユリコがいないようだが。アクア、何探してるの？ユリコさん。ユリコはどこにいるのかと聞いた。ユリコ？誰？あ。ユリコという名の乗員はいないよ。少なくとも、この船にはね。セツさんは多分記憶引き継ぎ系じゃな。多分このゲームの管理人みたいな感じなんじゃろ。乗員の、人数やメンバー構成はループごとに変わります。現在の状況は L ボタンの人物一覧や R ボタンのリストで確認できます。君たち、死後は慎みなよ。
今話すべきはグノーシア対策だろう。そりゃそうだな。おし、気合い入れていこうぜ。あ、エンジニアと天使がいるいる。で、7人乗っててうち2人がグノーシアじゃから。あ、いつものメンバーじゃな。いつメンってやつじゃわ。ほう。誰が敵なのかはまだわからないが、私はアクアを疑うことにしよう。それで何か見えてくるかもしれないからね。そっか、私か。私が怪しいんだな。妙な感じはするな。わあ、ラッキーオー。今アクアを疑うのは悪手だね。やれやれだよ。ラッキーオー、ありがとう。でも私がここで君をかばうと多分ものすごい疑われてしまうから。そうだな。でも今誰も怪しくないんだよな。難しいね、一番最初の話し合い。どうしたのって聞いてくれたからジナさんは違う気がするな。おいおい大丈夫か。ジナを信じられる気が俺せんのだけど。そうですね、ジナ様を信頼するだけの素材はまだありませんね。え、じゃあさ、重道は僕は重道。そうそう、ラキオさん本当あなたと気が合うね。うん、アクはちょっと強引すぎますな。早めに重道やっちゃおって焦ってないかにゃ。同感、重道を疑う必要はないと思う。私じゃねえ、たぶんわからないけど。はっ、やれやれ、気づかないかな。アクアに疑惑を向けようとするこの流れ自体が作為的だろ。ありがとう。ラキオじゃないと思うの。私はラキオを信じたいの。できることはした。私はちょっと重道かな。私か、終わっちまった。これ私がコールドスリープした後のこと、あ、あぶねえ、エンジニアだった。ねえねえ、今気づいた。それこれさ、グノーシアになったキャラクターすごい悪そうな顔するじゃん。下べーって出して。このなんかちょっといいね。いや、わからんけど、嫌いな人もいるかもしれんけど、なんかこれなんていうの？いつもすごいさ、優しそうな顔してる人が、こう、ガッて表現する顔、めっちゃいい。例えば、こんな感じで、表現するのいいね。うん。は？猫は好きか？好き。猫は好きだと答えた。あ、そうか。安心したぜ。嫌われたくはねえもんな。で、先生、なんか首、猫貫通してね。多分、首の後ろ、違うよな。首から猫生えてね。で、お前は猫のどういうところが？シピ。お、シビとアクア、いた。全員メインコンソールに集合だってさ。ああ、グノーシアがどうとかってやつか。悪いけどコメット、俺パスな。もうちょい寝ててえし。って言うだろうけど、なんか連れてきてくれってさ。せつにマジ臭い顔で頼まれたんだよな。また増えてる。シビとコメット。説はだいたいいつもマジ顔だけどな。まあしょうがねえか、メインコンソールな。コメットとシピ、今回はこの二人も参加するようだ。ところでコメット、お前猫好きか？猫？見たことないよ。僕の星系？僕の星系じゃ高級品だったし。そういや、猫って尻尾を振ると飛行形態に変化するんだろ。一回見てみたいな。行くか。猫抱っこしてるのにね。だからこの中にいる2体のグノーシア汚染者を見つけ出してコールドスリープさせる必要があるんだ。嘘ついてるやつ見つけらいいんだろ。楽勝じゃん。そういうコメットが嘘をついていたりしてね。ラキオ、お前そういうところがあれなんだぞ。ともかく
どなたかがグノーシアを戦隊の可能性が高いか、皆様のご意見をお聞かせくださいませ。わからん。ご意見って言われても。ステラか。ここを乗り越えないと私レベルアップできないから。信じたい。ステラにセツさんたちが消えてほしくないね。あーでもなんか今回ステラか。ちょっと様子見を見よう。様子見を見よう。セツさんとジナさんはステラじゃないって言ってる。そういやエンジニアって誰なんだ？私。あ、そうなんだ。エンジニアだから、一晩あれば一人は調べられる。グノシアか否か。そっか。いや、悪いな。俺も、つか、俺がエンジニアなんだわ。わかんなくね？最初、マッチでむずい。嘘ついてんのはジナ、シピのどっちかかな。なんとなく怪しいのはステラかな。あ、ほら、目が泳いだ。ステラ、あれだ、これすげえ、最悪な考え方だけど、ここを乗り切らないとレベルアップできないから、一回私今回は何も言わずに乗り切ろうかな。多分お、投票タイム来たか。オーケーオーケー。誰にするか僕とっくに決めてるから。一回ちょっと乗り切りたい。別れを告げる。お部屋に行ってけ。お、アクアじゃん。ちょうどいいや。なあ、一つ聞きたいんだけどさ。アクアって、グノーシア？わからん。わからん。多分違うと思う。自分はグノーシアじゃないと答えた。だよね。信じとく。いやあさ、アクアって嘘が下手だろ？重道やジナも下手だけど。僕結構勘は鋭いからさ。誰かが嘘ついたらそれなりにわかるんだよね。コメットは直感の能力値が非常に高く嘘をよく見抜きます。彼女が誰かをかばうのは嘘に気づいたからかもしれません。彼女が誰かをかばうのは嘘に気づいたからかもしれません。嘘を見抜く。コメット、ちょ、メモっとこうかな。んじゃ、他のやつにも聞いてみるから、バイバイな。気をつけて。ああ、襲われるかもって。まあね。でも僕、考えるの苦手だからさ。切り込み役でもやっとくかなーって。一緒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 。握手しよう握手握手。あ、左手で握手したから。握手しよう握手握手。あー、私の右手動けーし。握手握手。へへ、じゃあ、また明日な。レベルアップ。経験値を使ってレベルアップができます。なお話し合いの時にプラスボタンを押すとスタートメニューで能力値を確認できます。コマンド、あー、感謝する。自分がかばわれた後、おでも、あの人は大丈夫だって思うんだなと他の人と一緒にかばいます。どういうこと？おでも、おで食う、全部食う、ムジュラ始まった。効果は低いですが、こういうことは気持ちが大事ですよね。そしてさほど目立ちません。うんうん、怪しくないよねと弁護を後押しします。やはりさほど説得力はないですが、人を守りたいけど危険は犯したくない、責任も取りたくないというシャイガイにおすすめです。いやいや、そんなん言うけどやっぱ怪しいって、と優しく雰囲気を台無しにします。言うタイミングが早すぎた場合、なんだあいつと変な目を引いてしまうのでご注意。ロジック、演技力が効果、カリスマが同調者の数に影響します。ほう、
あいつは怪しいとか言ってあいつの信用を落とします。ロジック演技力が高いほど説得力が増すでしょう。またカリスマが高ければ疑いに同調する人が増えます。全然怪しくない相手を疑ったりすると嘘と思われるかも。30分の10人。どれからあげようかな。いやでもカリスマあげたいな正直。あのね、ラキオくんをね守りたいというか、ラキオくんに早く冷却されてほしくないんだよな。15ぐらいにするか。でも可愛げはいいわ。もう演技力が高いほどあなたの嘘が見破られなく、演技マジマジここじゃな、ここ2つを上げてこう。で部屋から出て、あ行動もできるんだ、ありがてえ。誰が怪しいとかわかんねえからな。うん、あーだから気をつけろって言ったのにってなるやつじゃん。妙な気分だな。コメットが昨日まで一緒にいたやつがもういねえんだな。うん、報告すんの。次は誰の番だ。私から報告。 SQ を調べたけど人だった。グノーシアじゃない。そっか、俺とは別のやつを調べたんだな。俺がスキャンしたのはラキオだよ。あ、グノーシアじゃなかったぜ。だからちょっと待って、ちょっとずつこのゲームのやり方分かってきたけど、これジナさんとシピさんどっちかが嘘ついてるから、SQ かラキオがグノーシアで、で、あの、二人、グノーシア、今何いる？グノーシア二人だろ？グノーシア二人いるから、だから仲間をかばってるっていうことはあり得るよな。だから、グノーシアじゃなかったぜって言ったけど、本当はグノーシアやっていう可能性がめっちゃ上がったから、SQ ちゃんとラキオくんどっちかがグノーシア。じゃあ今回でジナさんとシピさんのどっちかがグノーシアじゃから、逆に言ったらセツさんとシゲミチさんはおそらく違う。じゃあ話し合いやっていくか。シピさんなぁ、いやシピさんかジナさんのどっちかが怪しいけど、シピは嘘をついているから少なくとも私にとってはそう。まあそうじゃよな、そう言わんと疑われるな。ここでシピさんかばったらはってなるな。そうだな、俺怪しいんだろうな。まあそうだよな、ここでラキオがシピを援護したから仲間な気もしなくもないけど、でジナさん変じゃないかって言って、多分ここで SQ ちゃんがかばうと思うんですよね。うん、私が疑われてるんだで、あーここが SQ ちゃんだったらあれだったんだけど、 SQ ちゃんはかばわないっていうことは、ジナさんが SQ は人だったよって言ったのに、ここで SQ ちゃんがちょっと待ってよってかばわなかったってことはガチかもしれんから、今回はシピさんとラキオくんじゃないかなと思うんだけど、シピさん怪しい気がするかな。ごめんねラキオくん。あとね、今回はねラキオくんもね怪しいかもしれない。うん、へえ、君この僕を疑ってるんだ。疑いたくないんだけどね本当は。せつちゃんはみんなのこと疑わないね。シピ変だと思う。うん、かな。なので私はシピさんにする。わすげえ、みんな綺麗にほぼ1票ずつ入っとる。はあ、お先にコールドスリープって一瞬めっちゃ寒いの、一瞬めっちゃ寒いのだけは嫌なんだよな。どうかな。はい、アクア
ちょっといいかな。さっきの話し合いで気になったんだけど、アクアはまだループ回数が多くはないだろう。6回目か7回目ですね。ほう、だから話し合いの時に気をつけた方がいいことを何点か伝えておこうと思って、必要ないならやめておくけど、お願いします。何を気をつけるべきか教えてほしいと頼んだ。わかった。まず大切なのは目立ちすぎないことなんだ。目立てば目立つほど疑われやすく、投票されがちになるからね。敵の注目も集めるから消される確率も上がってしまう。当然発言すればそれだけ目立つことになる。他の人の意見に追随するだけならそれほどでもないんだけど、だから誰々が怪しいと思うな、それっていう方がいいってことだね。あと自分に疑いが向けられた時に慌てて否定したり焦って反論したりすると注目を集めてしまうから気をつけて。不自然な行動は目立ちがちだから。ただ目立つことを恐れて何もしないと結局状況に流されるだけになってしまう。必要な時には恐れず発言した方がいいだろうね。この人が怪しいなって、この人をコールドスリープされたくないなって思ったり、この人を逆に投票集めたいってなったら、〇〇が怪しいと思うなにはもうガンガンやっていこうぜってことか。でも出なかったら自分から言ってしまえってことだな。ステルスの能力値を上げると発言の際に目立ちにくくなります。ステルスか、もうステルスと言われればもうスネークが出てくるけど、いずれにせよ自分がどの程度みんなの注目を集めているかは常に意識しておいた方がいいと思う。他にはそうだな、エンジニアについて話そうか。敵と戦っていく上でエンジニアの存在は強力な武器になる。エンジニアは誰かが汚染されているか否かという最重要の情報を得られるからね。だけどその情報も名乗り出なければ共有されない。そして奇襲を恐れてエンジニアが名乗り出ないことも往々にしてあるんだ。だから状況次第では名乗り出ることを促すことも必要だよ。情報の有無が勝敗を分けるからね。名乗り出るをしとく。名乗り出ろか。誰だ。はい、カリスマの能力10が必要です。取得したスキルの内容や使用条件は実質およびスタートメニュー内のコマンド一覧で確認できます。うん、こんなところかな。それじゃあこれから長い戦いになるだろうけど、お互い頑張っていこうね。私今多分ステルス10ないんじゃないかな。ステルスないよね。全然上げられないけど、何周もしよう。何周もしねえと多分私まだ力が足りない。力貯めよう。ラッキー。Why? え、ラキオグノーシアじゃないの？ラキオ、私忘れない。私から報告。説を調べたけど人だった。グノーシアじゃない。そうね、説とか怪しくない？ちょっと待って。だってさ、エスキューちゃんとセツが人間だったら、そう、茂道しかなくなるけど。え、待って、でもさ、シピさんが本当にエンジニアだった可能性の方が高くなったってことは、ジナさんとエスキューさんの方が、危ないってこと？怪しいってこと？説じゃないと思いたい。え？あれ？説怪しいって言ったら誰だっけ？あれ？あー、違う、SQ ちゃんが言ったんだな。茂道はし、いやー、ちょっと待って、SQ ちゃんとジナさんが怪しいかな。
かな。やはり次男は敵かもしれないな。そう、私が疑われてるんだ。重道のことをとりあえず信じてみようかな。うん。なんだよ、こんな俺をお前。すまん、正直嬉しいわ。かなぁ、ちょっと。でも、ジナさんがエンジニアじゃないってなったら、本物のエンジニアが、あ、そうか、シピさんだったんだ。あ、私、推理ど下手くそだから。おやすみなさい。私、みんなの夢を見ると思う。違ったら、待って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 、終わらないってことはよ、終わらないってことはさ、終わらないってことはやあ、アクア、何か分かった？いい機会だ。少し話してみないか。話す話す話す。グノーシア2でしょ？グノーシア2でしょ？で、これで終わらないってことは、SQ さんか、重道かがグノーシアってこと？私わかんないけど、私が怪しいって言われるの？なんでだろう？ちょっと待って、ちょっと一回整理するな。でもジナさんが SQ ちゃんとセナさんは人、セツさんは人間だって言ってたから、じゃあ重道さんだってなるよね。誰も喋らんのな、このままじゃきついわ。はい、私かい。ね、ジナさんが SQ ちゃん人間だよ、だからジナさんと SQ ちゃんが違ったんだ。でシピさんとラキオくん、あーそうだそうだ、シピさんとラキオくん、あーでも選ぶ人逆だった。これで最初にジナさんと SQ ちゃんってなってたら終わってたんだ。あー逆、なんかそんな綺麗に逆いくぐらい逆だったんだね。私バカだねー。あ、何ループ目だ私これ。ふん、始まったね。グッグッボンボン、待ってボン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 グでいいのこれ。なんかこうなね、そんな難しい言葉使わないで、今カッコつけて読みたいんだからさ。何ボング？な、人間ども、せいぜい消し飛ばしてやろうじゃないか。今回あなたとラキオはグノーシアです。あ、私グノーシア。仲間はデータ参照で確認できます。いいか、アクア。下手な真似をして僕の足を引っ張るなよ。はい、頑張ります。私とラキオくんね。はい。あらかじめ言っておくけど、状況によっては君を見捨てるから。それが嫌なら息を殺しておとなしくしてれば。僕は誰も信用しない。人間だろうがグノーシアだろうがね。8ループ目、以上。私たちの中に潜んでいる敵2体のグノーシアを探し出し、コールドスリープさせるんだ。なお、エンジニアと守護天使の存在が確認されております。汚染体を確認するにはやや有利な条件ですね。お、楽勝っぽいじゃん。ふん、そう都合よく運べばいいけどね。お手並み拝見といったところかな。グノーシアはエンジニア等として偽って名乗り出ることができます。へえ、役割明かしたら殺されるだろう。
え、名乗り出るは多分私まだ言えないんじゃないかな。ステル、なんかあれだよね、銃いるんだよね。あ、グノーシアはいいのか。グノーシアはそういう権限があるのか。名乗り出ろ、使ってみる。でもあんまりなんかシャシャリ出るなよって言われてるから、一回様子見する。僕がエンジニアさ、16時間もあればグノーシアを判別できる。君たちはただ僕が探し出したグノーシアを処分していけば。ラキオがエンジニアのふりをして名乗り出た。間違った情報で話し合いを混乱させるつもりだろう。お願いしとこう。待て待て、エンジニアは俺だけだぜ。ラキオは怪しいぜこいつは。いや、私は言わない。ではラキオ様、重道様、今後は調査をお願いいたします。権限の審議によらず、調査報告は貴重な情報源ですから。いや、今はやめとこう。なんとなく怪しいのは S 級かな。あ、ほら目が泳いだ。同調しとこう。これなんかでも最悪だなこいつ。だって私たちなのにさ、今回は悪いの私たちだけど、他の人に罪をなすりつけるといけんのよな。私は S 級を信じたい。そうだ、 S 級は俺たちの大事な仲間だぜ。なんか顔色悪いぜステラ。気になることでもあんのか。僕以外にもステラ疑ってるやついたんだ。意外といい感じじゃない。そうですか。私はその、なんでステラ責める流れになってんだ。ステラはいいやつじゃんか。間違っていたらごめんなさい。だけど私には説が怪しく見える。いや、説はカバオ。そうだ、そうそう。説が長いもの、なんかいろいろ、いろいろあるよ、いろいろ。いろいろ。いや、説は違うって言っとこう。うん。おっと、もう時間がないぞ。誰にコールドスリープしてもらうかそろそろ決めないとな。 S 級ちゃん、ごめん。おい、なんでジナさん、なんで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 ジナさんになったの。わからん、わからん。なんでジナさんだったんだ。おやすみなさい。ちゃんと別れ告げるけど。で、この後どうするの。空間って、え、赤いびっくりマークがある場所では特別な出来事が起こるかもしれません。はい。あ、大丈夫か。え、コメットさんって嘘嘘嘘めちゃくちゃ気づきやすいって。大丈夫、私嘘つける。めっちゃあのカモフラージュして、カモフラージュじゃねえ、なんていうの、イマジネーション、イマジネーションしていただいて。あ、ちょうどいいところに開くわ。あのさ、頼み事っていうか提案なんだけど、話し合いの時僕が嘘くさいやつを責めるだろ。でも僕一人だとすぐやられそうだなって。そしたら無駄死にじゃん。だからさ、信じられるやつと手を組みたいんだよね。あ、アクアのことな。協力しよう。これからは力を合わせようとコメットに伝えた。オッケー。じゃ、僕はガンガン行くからね。フォローはアクアに任せたよ。へへ、なんかいいね、こういうの。協力関係か。それでは、空間転移までカウントダウンをいたしますね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。うわ、目に見える。時間が止まった？そうだけど。すごいな、あれみたい、あのサーモグラフィーみたい。空間転移は、盆可能性演、盆可能性演算を使うからね。端末である僕や君がグノースと接続されるのは当然だろう。もうちょっと簡単な言葉でよろしくお願いいたします。さて、そろそろ始めようじゃないか。この宇宙から消え去る哀れな人間をね。ちなみにこんな接続状態だ。一度に一人しか消せないよ。せいぜい慎重に選ぶがいいさ。君が誰を選ぶかで君の程度も知れようってものだよね。お手並み拝見ってところかな。セーブしたい。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。茂道を
ちょっと待ってね。すっげえ慎重に選ばんといけんから。コメットは違うじゃん。コメットは今協力関係にあるから。まあ、次、ラキオ怪しんだらちょっと大変なんだけど。ここで茂道を殺すと？いや、でもさっきの戦法を見よう。さっきはさ、こうやって二人出たけど違う人が殺されたから。強そうなやつから。発言権がめっちゃありそうなやつから。コメットとシピさん仲良さそうだったから。いやでもシピさんを殺すと次なんかこの女性陣がラキオくん行きそうだからな。ちょっと待ってよ。どんだけ真剣に悩むんだよ。セツが怪しい、セツが怪しい。ステラが怪しい、SQが怪しい。ステラは 2票入ってるから、今度ももしかしたら持っていきやすいかもしれないから、今回、SQちゃん。SQね。悪くないんじゃない？それじゃあ行こうか。SQは息もなく横たわっている。ラキオがその頬に静かに手を添える。SQには感謝してもらいたいくらいだよ。つまらない生命活動を親切にも終わらせてやるんだから。アクア、何ぼんやり立ってるの？さっさと SQ の境界に触れるんだ。SQの体に手を伸ばした。指先が SQ に触れた瞬間、SQ の輪郭が膨れ上がり、めくれ返り。良い旅を、SQ。パチンと泡のように全てが消えた。空間転移完了後に、グノーシア反応を検出いたしました。転移が終わり、また時間が動き出したようだ。乗客の皆様は、上申された手続きに従い、グノーシア汚染者を排除してください。繰り返します。おそらくこれね、パート1上げた時にこれの読み方とかわかっ、ね、皆様が教えてくれたり、私がね、後ほど編集で調べてピンポンみたいな感じで読み方出たと思うんですけど、同日に収録しているため、上申されたのままで突き通させていただいております。誠に申し訳ございません。メインコンソールに向かおう。排除されないよう言動には気をつけなければ。うん、妙な気分だよな。SQ が昨日まで一緒にいたやつがもういねえんだ。ちょっと発言はやめよう。他に連絡事項はない。はんはん。調査結果を報告するよ。シピはグノーシアじゃなかった。やれやれだ。どう見てもシピは不審者だろ。俺は別のやつを調べたぞ。アクアはグノーシアだぞ。こいつは気ぃつけんとな。そうですね。セツ様の態度には少し疑問があります。盗聴しよう。邪魔じゃないんだけど。セツ攻めはあんま上手くないって、僕としてはもっと、こう、楽しく行きたいね。私か。誰かを疑わなければいけないなら、違うけど、疑われているようだ。やれやれ、気が、ありがとう！ありがとうコメントちゃん、ありがとう。へへ、ラキオ、君なんか嘘くさいんだよな。ラキオは違う。でも協力関係も、でも何も言わないでおこう。ラキオ様に関心を向けるのはいいアイディアだと思います。いや、ここは弁護するわ。うん、疑うのはその辺にしとこうぜ。俺はラキオに助太刀するよ。嘘をつくのは構わないよ、ステラ。だけどそれは何のための嘘だの？うんうん。そうですか？なんでステラ攻める流れになってんだ？いいやつじゃないか。ラキオだよね。でもごめんね、ごめん、ラキオ。ラキオはちょっと、構ってあげたいんだよな。でも多分切り捨てないといけないっていうこともしないといけないんだろうけど。今の感じで言ったら、セツちゃんか、
セツさんかステラさんに私は入れた方がいい気がするんだよね。うん、ねえコメットさんともせっかく協力関係になったけどやっぱラキオに行ったからそこはできなかったけど、ステラちゃんかな。よし、よくないんだけど、よくないんだけど、よし、皆様が決めたことですものね。わかりました。はい、で、ちょっとレベルアップできるかな。あー違う違う違う、ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う、レベルアップじゃねえねえ、だったらラキオと話がしたいって、ちょっと待って、もう終わっちまったこと、もう私のアホな操作をしたことはもうちょっと待ってな、レベルアップがしたかっただけなんだけど、なんだったらラキオくんと話もしたかったんだけど、ここであえて嘘を見抜きやすいっていうコメットさんにするか。コメット、また私は失敗したのかな。僕の調査を台無しにしてくれるとはね。コメットはグノーシアじゃなかった。やれやれだ。どう見てもコメットは不審者だろ。俺は別のやつを調べたぞ。セツは俺と同じ人間だ。おし、次はグノーシアを当ててやるぜ。あ、は、言うまでもないことだけど、シビが上院だと確定したね。絶対に人間だは、相手が明らかに人間である、または確実に信頼できることを指摘するロジック系スキルです。ああ、俺は上院だよ。ありがとな、ラキオ。すげえ、そんなロジックあるの？え、すげえ、ちょっと待って。初期条件設定戻る。何それ？あ、違う。コマンド一覧。名乗り出ろ。カリスマ10だよね。で、ここではレベルが上げられないんだね。よし。嘘をつくのは構わないよ。だけどそれは嘘じゃない。ごめん、嘘だけど嘘じゃない。アクアを疑ってんのが説だろ。どっちかっつうと俺は。ありがとう、シキさん、ありがとう。でも私アクアの潔白に一票。どう、僕っていいやつだろ。ありがとう、ラキオ。なんだお前、見捨てるとか言ってたのにめっちゃ頑張ってくれんじゃん。ありがとう。おいおい、この展開はラキオに都合良すぎないか。俺はラキオそんなに信用できんな。違うよ。あ、アクアが人間じゃなかったとしても、俺はアクアを信じてただろうよ。ありがとう。ありがとう。でも私信頼したあかんで、私悪者やで。まさかこの中にアクアを疑うような。やりすぎ、やりすぎ、バカ。バカ、やりすぎだよ。それはちょっと逆になんか怪しいわ。おいおい、大丈夫か。アクアを信じられる気が俺、せんのだけど。賛成。今はまずい。おそらくアクアを信じるべき状況じゃない。ってことで、重道さんかな。重道さんか節さんのどっちかが、だったらもう私たちの勝ちが確定しおるからってことだよな。危なー、危なー、ギリギリや、私が負けるとこじゃった。くー、悔しい。俺のこと信じてもらえなかったのが悔しいな。はい、これで2対2。勝負はついたね。僕たちの勝ちだ。あっけないな。まあ最初から結果は見えてたけどね。この僕が負けるわけないだろう。うん、その通り。ラキオは素晴らしかったと言った。何言ってんの、気持ち悪いな君。いや、ツンデレかよ。なんだよ、ツンデレか。さて、残った連中を始末したら船の権限を奪って遊びに行こうじゃないか。どこかの、これなんて読むんだい、ねえ、これなんて読むんだい、
星系じゃないし星系じゃないし惑星でもないし落とし入れてもいいし、戦団を破壊させるのも悪く、破滅させるのも悪くない。楽しくなってきたじゃない。私は君の漢字が読めなくて楽しいところじゃないんだよ。勝った。さあこの船をの全てをグノースに捧げよう。あ、SQちゃん天使だったんだ。あっぶねー。一番最初に選んである意味めちゃめちゃ正解だったんだな。楽しくてどこまでもやってしまうんだが。ループ9。よし、一旦ここまでで、これセーブってどうすんの？